ツイッターで私は、うつみんは、科学は悪、今の科学は科学でないとおっしゃってました。はい。自分なりに推測すると、はい。悪は定量化できるもののみを扱っていて、多くの現象を無視することを言っておられるのかと推測しました。はい、いいこと言ってると思います。科学でないに関しては、科学は資本と結びつくと、堕落しますが、何の役立ってないと言われる基礎分野では、かろうじて残ってると思っています。はい、その通りでございます。これもう、8割ぐらいは同意しますっていう感じだけど、結局、科学の分類というか、昔からある科学の、ね、定義とか、哲学をちゃんと勉強してくださいというのが動画的に言えるところだと思います。やはり自然科学と人文科学、社会科学ってやつもあるんだけどね。まあ、ちょっとそれちょっと横置いときますが、それの話です。今の科学っていうのは物質があって、さらに物質が単一的であり、その物質が A から B になりました、終わり、みたいな。っていうものだけを突き詰めたやつが科学っていうふうになってるんだよ。だからそうすると論文とか、文献とかにしかならないのよ。で、ツイッターではもうどうしてもどんなやつでもアホでも何でもいいけどどうしようかな。だからまあ、あのワクチンはさ、なんとかの成分が入ってるとかさ、それしか言わんわけよ。いや、もちろんそんなことはね、ちょっとかじれば誰でもわかんねえみたいな、調べ誰でもわかんねえっていう感じだけど、それがいいとか悪いとかっていうふうに言ってるわけよ。それはあのね、実は科学の分野ではないのよ。一番初心者分野なんですよ。そうじゃなくて、それは当たり前として、それ以外の科学の分野っていうのは、昔はありました。哲学、思想学、宗教学、その他、見えないものも全部、それは本来は科学なんです。で、見えないものの科学。だから科学っていうのは本来は、こうなったらこうなりましたっていうことを考えるっていう分野が科学なんですよ。で、それで、それが再現性がありますと。こうやったらこうやったら、なんでこれ同じもの、またこんなになっちゃったよ、おい、みたいな。っていう風なのを、どうやって、それを証明するとか説明するのかという考えるのが本来の科学だったんだけど、だからそれは物質的だとは限らないんですよ。精神面でもいっぱいあるもんね。だから親の真似してこうなるって言ったら、それは思い切り科学なんですよ、本来はね。でも今はそれはもちろん科学じゃないですよ。っていうことなんだけど、それは科学じゃないというふうに定義した奴らがおんの。で、それが誰やって言ったらロックフェラーです。思いっきり。そこから始まるのよ。だから今の科学は科学じゃないんです。今のツイッターの人々は科学っていうのを勘違いして、私たちはロックフェラーの科学の信奉者ですけれども、私たちは科学者ですって言ってるみたいな。でもロックフェラーはクソで、ロックフェラーはクソなんですけど、私たちはロックフェラーの信者なんですよって言ってるんだよね。だからもうどうしようもないクソどもでしょ。で、それをさらに信じるんですよ。教授とか准教授ってやつらは、そういうロックフェラーの手先のどこまで行ってもそれの信者なんですよ。でもそれを信じるんです、ハンコロって人たちがね。だからすでにもうずれてるんだっていう話になるんだけど。で、人間はどっかでいいことやってると。みんないいことのためにやってるって。それはね、頑張ってるよっていう面においてはね、否定はしませんよっていう感じだけど。自分がやってることがずれてるんだとか、間違ってるんだとか、クソなんだっていうことを認められないやつが、そもそも科学者って名乗れるわけないんだよ。これも科学のまず第一歩のはずなのに。だ、それがもうすでにずれてるっていうことが問題なんだということを指摘したという、そういう話になると思います。